武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は秋田大学の、数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、時間が90分で大問が3題出題されており、この3題に関しては、学部、学科 によって、問題を指定される形となっております。で、中でもやはり難易度が高いのは医学部、になっております。で、基本的な難易度、に関して、ですが、大問、それぞれの難易度は医学部、医学科以外は、基本あの日大の発展レベル、中心関東しようと思ったらマーチレベルまでやっておけばいい程度、医学部、医学科はマーチレベルやってないと、きつい難易度ですね。なので、点数を稼ぎたい、という場合でなければ入試筆記、いろは、などでやって、記述練習をしっかりやっておくという形で十分対応できます。で、点数を稼ぎたい、もしくは医学部、医学科受験の場合には、国公立標準問題集キャンパスまでやっておきましょう。また医学部、医学科に関してはさらに難易度上のレベルまでやっておきたいという場合には優しい理系数学などやってもいいですが、ただこれらは正直あまりいらないので、できればやっておくとしたら入試の革新など標準編ですねなどをやっておくといいかとは思います。プラスいろんな国立の過去問などで解き慣れておくといいかとは思います。証明問題や図示問題も品質というわけではないですが割と出てはきますので、不安な人は対策しておきましょう。特にグラフを書く練習などは、割と出やすいので、優先的にやっておくといいかと思います。医学部、医学科に関しては図示、証明両方しっかりやっておきましょう。以上が数学の勉強となります。